自転車歩行者道。自転車歩行者道は、日本の道路法令の一つである道路構造令の用語で、もっぱら自転車及び歩行者の通行のように供するために、遠赤線または柵その他これに類する、工作物により区画して設けられる道路の部分、例、第2条第1項第3号を指す。端的に、自転車の交通を前提とした幅の広い歩道とも、 説明されるが、自転車と歩行者の通行空間を、白線や舗装材の色、種類、植栽、ボラードなどで、視覚的、または構造的に区分したものも存在する。自転車通行課の歩道としても知られるが、口実するように厳密には別の概念である。関係官庁や地方自治体、専門家、関係者などの間では、自歩道と略称することが多い。 本校では自転車通行課の歩道についても扱い、自転車歩行者道と自転車通行課の歩道を区別しない場合、自歩道と呼ぶ。道路法の自転車歩行者専用道路は、自転車通行課の歩道と同じく、自転車及び歩行者専用325の3の道路標識が設置されるが、独立した専用道路であり、道路の部分として車道に併設される自転車、歩行者道、 自転車通行課の歩道とは別のものである。自転車歩行者道は、及び歩行者という文言が加えられていることを除いて、定義が道路構造例の自転車道と同じである。また、自転車道の整備等に関する法律における、自転車道の定義に含むられている。しかし道路交通法と、その関係法令では、この用語は使われず、歩道として扱われ、実態としても、 一般の歩道と顕著な違いがない場合が多い。一般に道路管理者が設置、改築した自転車歩行者道について、交通管理者、公安委員会が、道路交通法第63条の4第1項第1号の道路標識等により、普通自転車が歩道を通行することができることする、指定、交通規制を行う形をとる。普通自転車歩道を通行可能指定は、 自転車歩行車道として設計されたことを要件とは、しないため、自転車歩行車道ではない既存の歩道に、普通自転車道通行課の指定が行われることがある。逆に自転車歩行車道が自転車通行課とならない場合もあり得る。しかし利用者にとって、自転車及び歩行者専用の道路標識等の設置された歩道が自転車歩行車道として設計されたものか否かを、 判別することは困難であり、その違いが利用実態に何ら影響を与えないことから、自転車歩行者道と自転車通行課の歩道は特に区別されない場合が多い。自転車歩行者道の福音は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上、道路構造例第10条の2第2項とされている。 1970年から1993年までは2メートル以上とされていた。自転車通行下の歩道は以下の条件により指定される。歩道通行部分の指定は歩道福員がおおむね4.0メートル以上の道路で、かつ歩行者の通行に特に支障が認められないことを要件としている。2011年には普通自転車歩道通行下とする。 歩道の福音を原則3メートル以上とし、福音が3メートル未満の福音の歩道について、歩道通行課の指定を見直す、要警察庁より都道府県警察に通達が出され。1960年代、急激なモータリゼーションの進展に伴い交通事故が急増したことにより、道路法令や交通法令が改正されることとなった。 また自転車関連団体や利用者側から自転車、専用道路、自転車道の設置、法制化を求める運動が起こったこともあり、自転車に関わる規定の新設や改定も行われた。その一環として1970年に道路構造令が改正され、自転車道とともに自転車歩行者道の規定が盛り込まれた。一連の法令改正、制度変更は自転車を 自動車交通から分離する考え方が貴重となっている。これは自転車の安全を図るためとされ、当時は事故防止対策として自明の利と考えられていた。実際、自転車通行化の歩道が増えるに従って、対自動車の左折事故における自転車利用者の死亡は低下している。この他に混合交通化における自動車交通の処理能力の低下を防ぐことも意図された。当時、 歩道の設置すら十分でないとされた状況にあって、自転車道など自転車専用の通行空間よりも、歩道の設置が優先された。一方で、自転車の歩道通行に関しては、同じ1970年の道路交通法改正によって、緊急措置として、正式に法的根拠が与えられた後、1978年改正により、歩道に挙げる。 自転車の要件を定めた普通自転という概念が導入され、通行方法などの規定も具体化された。その結果、道路整備の面でも、利用実態の面でも自転車の歩道通行が定着してゆく。1982年には、自転車歩行者道の設置要件から歩行者の交通量に関する規定が消えた。これまで自転車歩行者道の設置と普通自転車歩道、 通行化の規制対象区間は増え続けている。2007年の道路交通法改正により、道路標識等により、通行化とされている場合のほか、普通自転車の運転者が12歳以下の子供、高齢者、障害者である場合と、車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合にも普通自転車の歩道通行が認められた。 この法改正に合わせて定められた自転車安全利用補足などで自転車は車道が原則、歩道は例外であることを確認したものの、歩道通行の要件は事実上緩和された。この一方で2011年10月には普通自転車、歩道通行化とする歩道の福員を原則、従前の2メートル以上から3メートル以上とし、福員が3メートル未満の歩道について、 歩道通行課の指定を見直す、要査市長から、都道府県警察に通達が出された。2006年4月現在、自転車歩行者道の総延長は 72,119km に、及び自動車交通から分離された自転車走行空間、イコール自転車道の整備等に関する法律に言う、自転車道の総延長 78,638km のうち、 91.7%を占めるまでになった。また、自転車通行下の歩道の延長は 68,992.6km であり、歩道の総延長 155,786km の44.2%を占める。自歩道における自転車の通行方法は、道路交通法第63条の4に規定される。以下本校では特殊のない条文番号は、 道路交通法のものを指す。普通自転車は原則として、歩道の中央から車道寄りの部分を除行しなければ、ならない。歩行者の通行を妨げる場合は自転車が一時、停止しなければならない。第63条の4第2項。なお法令上、歩道での双方向通行を制限する規定はない。道路交通法の、自転車道、競技がある場合には、 普通自転車は、その他の車道の部分を通行できない。しかし自転車通行下の歩道があることにより、その道路の車道など、他の部分の通行を禁止する規定は、一切ない。つまり自転車通行下の歩道の指定は、自転車は、原則車道のルールに影響しない。ただしこれとは別に、自転車通行止めなどの道路標識により、自転車の通行自体が禁止される場合がある。 歩道に白線と自転車の記号からなる道路を表示、普通自転車の歩道通行部分、114-3、第63条の4第2項にいう、普通自転車通行指定部分がある場合、行政当局が視覚的分離などと称していることがある。この部分は、あくまで歩道の一部分であり、普通自転車の通行すべき部分を示しているに過ぎないが、この指定部分がある場合は、いかなる普通自転車も、 この指定部分を外れて通行してはならない。歩行者にはこの部分をできるだけ避けて通行する、要努力義務を課している、第10条、第2項ものの、歩行者がこの部分を通行することは禁じられていない。自転車は、この部分を通行しまたは通行しようとする歩行者が、いない場合に限って、安全な速度と方法で通行できる、第63条の4第2項。 歩行者がいる場合に徐行、一時停止の義務を負う点に変わりはない。2007年の道路交通法改正以前は、普通自転車通行指定部分においても一律に徐行する義務があったが、改正で上記のように安全な速度と方法で通行できるとされた。また歩行者に対して、普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するよう求める規定も、 同改正で盛り込まれた。国土交通省と警察庁が共同で設けた安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会が2012年にまとめた提言書では自転車の歩道通行を可能にして自動車から分離したことで自転車乗車中の死亡事故が大幅に減少し自転車の交通分担率も高く維持されたと指摘されている。自歩道は 本来歩行者のために設置される歩道を自転車交通にも供する自転車を歩道に上げるものである。これは歩行者の権利を侵害し安全を脅かすものとして早くから問題が指摘されてきた。自転車の歩道通行が認められる1970年以前にも自転車の安全通行を図るためには歩道に分離線を引いただけでも目的はほぼ達せられる。もっともこれは しばらく的措置であって、自転車にとっても歩行者によっても、最終的に好ましい姿とは言えない。との指摘があった。その後、都市の限りある道路空間に自転車専用の通行空間、自転車道や自転車専用通行帯を設置することは、極めて困難であるとの認識から、自転車道設置推進運動の中心的役割を担った自転車路協会も、現実的には、 自歩道が不可欠であるとした。しかし自転車専用の通行空間を作る余地はないとされてきた一方で、自動車等のための車道と歩行者と自転車が混在する歩道は多くの場所で新設あるいは拡幅されてきた。自転車、特にタイヤが細く路面の凹凸に弱いロードバイクにとって自歩道は段差が頻繁に現れ舗装が必ずしも走行に適していないという。 ハード的な問題がある上、歩行者を優先するために、助行や一時停止が求められることから、本来の性能を発揮した走行ができず快適性を大いに損なう。このことは安全性とトレードオフの関係として捉えられた。日本の一般用自転車式サイクル、いわゆるママチャリは、歩道通行に伴うこれらの悪条件に特化する形で、欧米の一般用自転車とは異なる。 独自の進化を遂げたとする見方もある。ただし、ママチャリの原型は、歩道通行が認められる、以前の1956年に、20代シフという、新規需要の開拓を目的に開発、販売された自転車であり、その構造は女性にとっての乗りやすさ、使いやすさを追求した結果である。また、ダッチバイク、と呼ばれる、オランダの自転車も直立した。 乗車姿勢と思い車体が特徴で、日本のママチャリと基本的には同じである。自転車が自歩道を通行することは、車道走行よりも安全性が高いと一般に思われることが多い。この通年に対して、2006年に警察庁の設置した自転車対策、検討懇談会は、自転車の歩道通行は自転車と車の衝突事故の重要な原因であると指摘している。ただし、 その記述は北米の一般向け自転車安全運転冊子のものであり、それ自体には科学的な根拠や論文等の出典が書かれていない。歩道通行の安全性を自転車通行台数あたりの自己件数で評価した研究にはカリフォルニア州パロアルトの幹線道路の交差点を対象に下を置けているアンドリューイストンがあり、歩道通行のリスクは 車道通行の1.8倍と報告している。この研究について、ラスクエアルは、交差点以外の単路では、車道通行の方がリスクが高く、その分を考慮すれば、歩道通行と車道通行の陸に有意差はないとの推計を示している。トロントとバンクーバーを調査対象にしたテシュックエアルは、自転車インフラがなく路上駐車の発生している。 幹線道路の車道を基準に14種類の通行空間の自己リスクを計算しているが、歩道はおっずひに有意差が見られない。なお、この調査では自転車道が際立って高い安全性を示している。日本では1995年に警視庁交通部が同じく通行台数あたりの事故件数を調査しており、ウォーケテル・アンド・リュー・イストンとは逆に、車道通行は 歩道通行の58.8倍危険と推計している。ただしこの論文では、交差点内で発生した事故の取り扱いが不明である、ほか、歩道と車道それぞれの自転車通行台数を計測した地点が主要幹線道路同士の交差点に限られている。自転車対策検討懇談会が2006年にまとめた提言書は、平成17年中に発生した自転車対車両の 死亡事故について、歩車道の分かれた道路では、交差点事故の43%が、自転車が、車道から侵入したものでること、単路事故、横断中を除くの74%が、車道上であることを指摘し、自転車の通行空間を一律に車道とすることは、現実的ではないとまとめている。2015年には家計県が、千葉県統括地域を対象に、歩道と、 車道それぞれの自転車通行台数、自動車で走行しながら遭遇した台数と自転車対四輪車の事故件数を調査して事故発生確率を求めている。この調査は歩道のある路線の単路部で発生した事故のみを対象にしているが、四輪車が路外の駐車場等に出入りする際の事故も含まれている。結果は全ての分析項目で車道通行の方が 事故率が高いというもので、左側通行を守ったとしても、歩道より、車道の方が危険だとしている。2007年に、国土交通省と警察庁が共同で設置した、新たな自転車利用環境のあり方を考える、懇談会は、その最終報告で、自転車の安全を確保するために、福音の広い歩道である自転車歩行車道を中心とした歩行者、 自転車が混在することを前提とする空間の整備が全国的に行われてきた。そのことが歩道上での歩行者対自転車の事故増加の一因となっているものと考えられると指摘している。なお、自転車対歩行者事故の発生地点を分析した調査では、歩車道の区分のある道路では、両車ともに歩道を通行中だった事故は全体の約半数であり、残りは 交差点内や車道上で発生している。同資料は歩行者が横断歩道を横断中の事故では自転車の信号無視が歩行者が横断歩道外を横断中の事故では歩行者の飛び出しが多いとも指摘している。自歩道では自転車の双方向通行が禁じられていない普通自転車歩道通行化を示す標識は通常一本の支柱の両面に設置されているため 道路右側の自転車が道路右側の自歩道を通行した場合、出会い頭事故の原因になること、自歩道が途切れた先でそのまま路側帯、または車道に侵入して走行すると逆走という違法、かつ危険な行為になること、高齢者や乳幼児連れ、視覚障害者といった歩行者にとって自転車がどちらから、 来るかわからず大きな脅威となることから好ましくないとする主張もある。一方で自転車に右側歩道の通行を認めることで車道の横断回数が減り A 地点から B 地点に移動する工程全体で自転車が事故に遭遇するリスクはかえって低下する可能性があるとも指摘されている。また出会いかしら事故についても歩道の中の車道より部分を通行している。 自転車は通行方向にかかわらず、車道左側通行と事故リスクが同等であるとする調査結果がある。車道に併設された通行空間を自転車と歩行者が共用する形態は日本独自のものであるとされている。しかし実際には日本の自歩道と同様の通行空間は諸外国にも見られる。 日本の自転車歩行者道に類似したものとして、通行区分のある歩行者自転車道、共用の歩行者自転車道、自転車通行下の歩道が存在する。ベルリン市内では、共用の歩行者自転車道の整備延長は2012年時点で 100km と、自転車道 662km、車道上の自転車レーン 174km に、ついで3番目に多い。 ただし自転車道と自転車レーンの整備延長が年々増加してきているのに対し、共用の歩行者自転車道の延長は変化していない。このほか、法的には自転車道、ラドウィッジとされる通行空間の中にも歩道との物理的な区分が曖昧で、構造的には日本の自転車歩行者道に近いものがベルリンやハンブルクに存在する。 自転車レーンがない場合は自転車の歩道通行が認められている。オスロでは市内の自転車インフラの大部分は車道端の自転車レーンか自転車歩行者共用道である。トロンハイムでは大部分の自転車利用者が歩道を通行しており、車道を通行するのは高速走行する一部の層に限られている。一部の自転車道は 歩道と同一平面を白線で区切るなどした簡素な構造であり、フランス各地に整備事例が見られる。歩道に隣接した自転車道が日本の自転車歩行車道に近い構造で、ボローニャに整備事例がある。自転車と歩行者の共用道がロンドンやブリストルに存在する。また、カムデン区では2017年、シェアード、ユーズパスではない歩道であっても、 道路状況に照らして自転車の歩道通行がやむを得ない判断した場合は取り締まりを行わないとの方針を警察が発表した。ビクトリア州とニューサウスウェールズ州を除くすべての州が自転車の歩道通行を子供に限らず全ての年齢の自転車利用者に許容している。ニューサウスウェールズ州も2018年の法改正で自転車の歩道通行を許容する年齢を 従来の12歳未満から17歳未満に拡大した。現地のアドボカシー団体は、この改正を適切な自転車インフラが整備されるまでの経過措置として歓迎している。自転車の歩道通行は25の州で認められており、明示的に禁止している州は8州に限られるほか、歩道通行の可否が未定義、または不明瞭な州が18州ある。インフラ面では、 公害道路で車道に併設される自転車と歩行者の共用道がサイドパスと呼ばれ、テキサス州やミシガン州に整備事例がある。なお、アメリカではイギリスと異なり、シェアード、ユーズパスは車道併設ではない独立の自転車歩行者道路の故障である。オランダでは自転車と歩行者の共用通行空間は稀であるが、歩道がない場合、 歩行者は自転車道を通行することと交通法第4条第2項で規定されているので歩道のない郊外の道路では自転車道が事実上の自歩道として機能するこのような環境では歩行者が極めて少ないので通常はほとんど問題にならないとされている市街地の道路では自転車道が歩道と同一平面上にあって両者の区分が目立たない場合があり 物理的な実態としては、日本の自転車歩行車両に近い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。